ごめん、代わりに謝っといて。よね、そういうことって車だったら大変だけど、バイクならまだマシだよ。え、特におかしなとこはないけど。何時かな？
あの子どうだった？え？だって何ともなかったでしょ？大丈夫大丈夫、跳ねた時の手応えが違ったもん。なんていうのかな、肉とか骨にめり込む重い感触、そんなのが全然なかったのよ。きっと上手に衝撃を流したのね。きっと達人か何かだったのよ。あんたがいなきゃちゃんと止まってたわよ。ていうか、本当はあんたを狙ったんだけどね。ま、何事もなかったんでしょ。結果オーライよ。フルーツ牛乳、とりあえずお礼よ。10分かけてありがたさをかみしめながら飲みなさい。ジュースをあげるのがお礼。おいしいのを選んであげたことはありがたみの対象でしょ。今まで寝てたからね。で、6時間目って何？よっしゃ、ハットトリック！さて、今日の本番はこれからだな。お前ね、昨日の話を忘れたのか？吉野雄介が僕のギターを聴いてくれるって、そういう話だっただろう。
丈夫、借りられるやつをすでにチェック済みさ。見てくれよ、このかっこいい姿をさ。いや、こいつの持ち主に一つだけ技を教えてもらったんだ。素人の僕にもできるってよ。一冊ギタースケラッチ。どうだ、弾けるやつっぽいだろ。ふん、ちゃんと考えてあるさ。僕が今の技を繰り出した後に、すかさずお前はこう言ってくれ。さすがだ、篠原。だがもうやめとけ。あとはお前のファンのために取っておきな。ってな。するとどうだ。実はすごくうまいんだけど、もったいぶって引かないやつに見えるだろ。ほら、行くぞ。必殺ギタースケラッチ。バンドじゃなくてお笑いコンビだったんだ。悪いが、お笑いはわからないんだ。お前のせいで勘違いされただろ。サインどうしてくれるんだよ。確かに漫談で楽器を使うというのは見たことあるかな。だから違うっす。僕ら真剣っす。でも全く弾けないんだ。あとスケラッチじゃなくてスクラッチな。ドラムはモグラ叩きなんかに似ていないですよね。けどまあ約束だな。え、俺のギター聞きたいんじゃなかったのか。それとももういいのか。いや、お願いします。
どうでもいいが、これ通販の2万円で買えるギターだな。なんか足りないっすか？いや、十分だ。え、今弾いてるんすか？なんか味のある曲っすね。バカ、チューニングだ。よし。めちゃくちゃうまいっすね。その曲、歌はないんすか？歌なんてない。適当に弾いてるだけだ。別に何かの曲を弾いてるわけじゃない。そろそろ終わらせるぞ。プロとか目指さないんすか？プロか、そんなのどうだっていい。俺はただ歌いたい時に歌う。そうしてるんだ。こうすか？いでてて、指つりそうっす。しばらくは指先もやけどしたように痛くなるぞ。でもそれを超えれば皮も硬くなって楽になるからな。そうっすか、頑張るっす。場所で仕事するのも今日が最後だ。もっと上手くなったらまた聞かせに来い。聞いてやるから。はい、ありがとうございました。じゃあな。僕、なんか感動したよ。あんなすごい人に、ど素人の僕がギターを教えてもらえるなんて、めっちゃいい人や。なのどうだっていいんだよ。これからは僕が上達するたび、その成果を吉野さんに聞いてもらえるんだからさ。ああ、やるよ僕は。待っててくれよ、吉野さん。